ただこの組み合わせ一つ気になるのはやはり樋口がこの工藤が浸水する藤村と練習してるんじゃないかという、なるほどことですかね。そうですね、こう中日戦はなんか直近で結構やってたのっぽいので、うん、対する工藤もその代理戦やってないなってことはやっぱり今回樋口をちょっとマークしてた部分もあると思うので、はい、持ってきたものの発表会ですよね、うん、ここは。そうですね、一つ気になるのはやはりソニックブームに対してしゃがみ中パンチでこううまく抜けていくっていう動き、これをある程度できることと、まあ、ガイルガチもソニックブームちょっと打ちづらくなっていくので、そうですね、それやりたいところですよね。この中距離はかなりシフトチュンリーが戦いやすいんじゃないですかね。割り込んでいきます、いきましょう。うまくトリガー発動した、体力ビハインドの工藤がうまく体力追いついてもう逆転したか。さあ樋口にはトリガーゲージ溜まりそうだが、これ溜まった、発動すかさず発動。さあどちらから1本目取っていくか、勝利条件は3試合選手 BO5。 前に出る、走る、サマーソルト、これ空を切った、そこを見逃さない工藤、まずはラウンド選手、重足機構拳読みですかね。そう、うん、相当意識が高いプレーをしようとして、ね、まあ、空を切ってしまいましたが、高まりすぎてる感じがありましたね今さあかなり志の高いプレー。さあそしてこれですね、これですね、これをうまくできるとやっぱりガイルとしても打ちづらくなって、どんどんその画面足に自分から行く羽目になるんですよ。ただこれ EX ソニックだと抜けづらいとかっていうような感じで、うん、多分読み合いが回ってるんだと思います。上にいい飛び、めくり、クラッシュカウンター。さあ工藤がいい形でこの地上戦、飛びなしでのこの地上戦をうまく襲えている。差しを引く、これ落ちている、飛び、また V リバーサル呼びですね、多分画面端、確かに打ちそうだ、見ていた、しっかり玉消し、砲翼戦、さあどうだ、残った下段様、なるほど、さあ、イーク様、トリックは被弾している、ただ、クロールに飛び出しちゃう、この後、打撃、この画面端、抜けている、収集できている、交渉、からの、うっ、硬い。下がって前に出るのは工藤、怖え、ソニックの前を潰しながらしゃがみ中パンチがあるんでね、うお、投げ番ギリギリ、投げ抜け誘い。さあ工藤がまずは先勝、果たしてどうなるか、このグランドファイナル。あのさん、工藤落ち着いてますね。いや素晴らしいですね、玉抜けも良かったですし、いやでも最後まで樋口も諦めない動きも相当プレッシャーありましたけどね。そうですね、集中力切れてない節すごい出てたと思います。ずっと勝ち筋見てたと思いますよ、そのソニックウームのフェイントをかけてしゃがみちばって誘うような動きもしてましたし、おー、止めた、 V シフトを刈り取っている、これ何気にでかいです。これで V トリガーガイルは打てなそうですかね。ですね、2本今ゲージ使っているんで V ゲージを、えっ、綺麗に入った。これ CA ゲージがたまりそうな樋口、体力は勝っている状況、ゲージ運用が悩ましいところだが、いくつ、うわで、チコパンを重ねて、さあ工藤は両ゲージマックスだったが使えずといった形、巧みにそのしゃがみ中パンチの前を外しながら戦っていたんで、気候症を打ちづらい状態でしたね。上からのワンコブ、ワンガード様、食らいながらもイエス様、次、ただこれ画面端を押し込んだ。さあまたもや投げを誘ってからのイーク、これで脱出、角度にこれトリガーが溜まった、目まぐるしく変化するゲージ、いやいい飛び、いい飛びだ、上おっ、これもいい、両方よくも倒したね、前に来る、さあこのスピニングバード当たっている、そして気候症発動、ね、さあそして V リバー冷たい、さあ前を取ってからスピング、相手の目の前をうろつくことで投げを匂わせる、そこを刈り取ってこれで1-1。今の試合は樋口が試合をコントロールしたってい う、 樋口試合でしたね。さあやはりどちらがこの試合をコントロールするか、ソニックブームを打って相手に対応を求める分だけガイルの方がというところでしょうか。投げている、投げですね、
ただこの地上での足の振り合い、手の振り合い、ダッシュできなかった。しまったか。チャレンジ、しっかりと前に出て、えっ、さあ先ほどから樋口の飛びが綺麗に刺さる場面が見られるが、大パンからヒット確認、そして投げを打ってゲージは十分。うお、下から、うお、からのゲージがマックス。さあこれはどうだ、届くか、届くでしょう。猛翼戦追撃、よく見ていた工藤のチュンリーがまだまだ樋口を追い詰める。樋口が追い払いたいっていう状況で、その追突拳の強さを生かして勝ちに行きましたね。でこれリーバースピン減る、高い、かなりの減り、え、相打ち OK で画面端から出さない樋口。さあただこの樋口相手に羽生さん、はい、黒をがっぷり四つで、そうなんですよ、これ中央戦やられてますよね。うまい、もう気候症、後ろ投げ位置を入れ替えた、後ろ投げ体力はほとんど追いついた。打ち切りからグリグリグリ、さあこれはガードして、ただそのまま投げていく、ただ CA があるんです、怖いですよこれ。そうですね、球はかなり打ちにくいが、危ない、よく投げを抜けていた気候症、うえっくぐれない、うわぁ、なんだー打ち、いや、ジャックキックの対空性能が落ちているので、そうですね、で思わず工藤もやっぱりその押しちゃうんですよね、押しちゃうんですよねっていう、うん、これは今まであれば落ちていたと思うんですが、さあバックナックルが飛んでくる、上、いや、やはり樋口の飛びが非常に鋭いか、これです、樋口にはゲージがある、ミスがなければこのままチュンリーの体力を溶かす、パーフェクト。印象的なシーンでそのジャックキック対空を出してしまったことで、はい、むしろ樋口は飛びやすくなった感じがしますよね。工藤としてやっぱりジャンプされた時に思考にちょっとワンクッション入ってしまう、はい、必ず落とさないとやばいという状態になっていますので、さあこれでリーチは樋口のガイル、届かなかった、工藤に対して絶妙な飛びで攻略している、むしろ工藤の方が飛んでいないという状況。さあどうするか、大きい飛び、うまく飛び合わせた、この画面端投げを一つ、今度は投げ抜け誘い、うわー、ストライ、さあ一気に体力が追いつかれてしまった、どうする工藤、トリガー割る、相打ち、いやこれお互いトリガー、トリガー点灯、投げを打って前に出る、怖い、ソニックが当たると終わってしまう、 V リバー、ここで V リバー。さあ樋口はこれトリガーが遠のいた、しかもソニックちょっと打ちづらいですよね、こうなると。そうですね、玉抜けとなる状況、フェイントをかけながらミックス、うわー、魂をぶん殴ったからの投げくる飛び、ジュン苦しい、うわー、一番方よく一戦、よく決めた、これは気持ちの乗ったいいプレー、ねじ込みましたね、うん。さあ緊張感がマックスに高まった場面でいいプレーをした、流れは変わるか、2対1、樋口がリーチをかけている状況、結構樋口の、ね、飛びが目立っているんで、工藤はそれ対応できるかどうかですね。そうですね、割とそこからこうチャンスを樋口作っている感がありますから。さあしかし樋口もソニックの前を潰されている、いや、痛いぞ、痛すぎる、高い、かなりのダメージ、そしてスタンチを取ったか、さあただこれはケースが逆転、ケージは1本、かなりのダメージになった。さあどうする、ケージはヒット発動、ただなるほど、ソニックには乗らない、小さなソニックを打って前に出る、ティマスピン、よくガードした、上調子いいぞソニック、もう一丁投げている、さあまだ飛行賞のゲージがある、前に出て活用するか、立ち置きからのドットになる、ピックス、バックス、バックス、うまい、いや、いいバックス、トリガーはなかった、大パン、うわー、ここでソニック被弾
さあこれでリーチは樋口、前に出る前に出る、ここに来て強気、これで打たせた形、あー冷静に工藤を追い詰めるか、樋口大学最強の冠はもう目の前、反撃です。さあしっかり反撃、工藤もさすが、この入れ替えだよな。ユニバーサル押し込むか、ウオ様様溜まっている、うわぁ綺麗に入った。さあゲージは2つ、3本溜まりそう、一気にいったジャパンユニバーシティ e スポーツチャンピオンシップストリートファイター5チャンピオンエディションを制したのは忍び住む樋口。いやお見事、素晴らしい、おめでとうございます。はい、ということで今回優勝はシノビズム樋口選手となりました。おめでとうございます。